ボーリンググリーン駅はニューヨーク市地下鉄 IRT 歴ント東ンアベニュー線の駅である。マンハッタン区フィナンシャルディストリクトのブロードウェイとバッテリープレイスの交差点に位置し、4系統が終日、5系統が深夜を除く終日停車する。駅は1905年7月10日に開業した。この当時はジョレールモンストリートトンネルを抜けて、 ブルックリンクまで向かう線路は付設されておらず、レキシントンアベニュー線の列車はすべてサウスフェリー、ループス駅外側ホームを終点としていた。1908年のジョレールモーンストリート、トンネル開通後、大半の列車がブルックリンクへ乗り入れを開始したが、ラッシュ時の一部列車は依然、サウスフェリーループス駅止まりであった。しかし、この運転形態では、 ラッシュ時のブルックリン区内の大量の乗客をさばききれないことがすぐに分かった。ジョレール・モン・ストリート、トンネル開通のわずか3ヶ月後に、ボーリンググリーン駅の西側に新たなホームの建設が開始された。ホームは1909年に完成し、ラッシュ時の本線列車はすべてブルックリン区内直通となり、サウスフェリー・ループス駅へのアクセスはこのホームから発着するボーリンググリーン。 マイナスサウスフェリーシャトルが担うこととなった。シャトル列車は2両編成であったためこのホームのみ、有効長は3両と短くなっている。1918年、IRT ブロードウェイマイナス7番街、尖閣駅停車がサウスフェリーループス駅外側ホームを終着駅に変更したが、シャトル列車は1977年の予算削減により廃止されるまで走り続けた。 シャトルホームは1978年に駅の他の部分と共に改装されている。駅は単式ホーム1面と島式ホーム2面、線路3線を有した3面3線の地下駅である。ただし単式ホームが北高列車、中央の島式ホームが南行列車の客扱いを担当しており、西側の島式ホーム及びその西に付設されている全路は 旅客営業には使われていない。この西側のホームはかつて、ボーリンググリーン、マイナスサウスフェリーシャトルが使用していた。駅は南側で2手に分かれる。南北線はそのまま南へ向かいジョレールモンストリート、トンネルを通過し、IRT イースタンパークウェイ線、ボローホール駅に入る。このルートは4系統が、終日、5系統が、 平日20時45分まで使用している。西側一線は西へ分かれて、サウスフェリーループス駅内側ホームを通過し、レキシントンアベニュー線北高線に合流し、再度あたり駅へ戻ってくる。このルートは週末及び深夜帯のご系統が折り返しに使用している。ただし、回送列車のためサウスフェリーループス駅では乗降できない。駅には地上への階段3つ。 エスカレーター2機、エレベーター1機がある。ブロードウェイとバッテリープレイスの交差点北東に、階段1つ、同交差点北西に階段1つとエレベーター1機が、接続している。また、アレクサンダー・ハミルトン合衆国税席前、ステート・ストリート・西側に階段1つとエスカレーター2機が、接続しており、ここから税関を挟んだ東側には、サウスフェリー駅の入り口がある。 アレクサンダー・ハミルトン合衆国税席前、ステート・ストリート西側の出入り口は、ボーリング・グリーン・ IRT ・コントロールハウス、またはバッテリー・パーク・コントロールハウスとして知られている、駅本屋がある。これは1905年に、ハイン・アンド・ラハージュにより建てられたもので、1980年5月6日に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。 駅にはコンテンツを順番に写すことができるライトボックスがある。2015年4月以降はニューヨーク市地下鉄7系統延伸や2番街地下鉄イースト、サイドアクセスといったマタ、ま、が進めていた工事の風景を写したパトリック・ J ・キャッシュの写真をまとめたブレイキンググラウンドと呼ばれるものを写している。またこの写真の一部はフリッカーのマタアカウントから閲覧することができる。 ありがとうございます。